今僕が実は一番欲しい、スーパーカーの一台、マクラーレンエルバです、ね。まあ、なかなか勇気のいるトップレススパイダーですよ。しかもこれはフロントウィンドウのないタイプですね。後からシールドが付けれるようになったんですけども、これは初期型というか最初のオーダーの方だったと思うんで、完全にトップレスですよ。ねえ、いや、まあまあ限定149台ということで、パフォーマンス的にはセナあたりと並ぶものがあると思うんですけども、これ実際ね、僕、伊勢のワインディングロードで、乗ったんですね。ハーフウェットの非常に厳しいコンディションでしたけども、めちゃくちゃ楽しかった。屋根がないでしょう。ということは路面にめちゃくちゃ近いんですよ。運転してる時に重量感が多分自分の腰の下にしかなくって、ほんとちょっと大きめのカートに乗ってるような、今マクラーレンの車の中で最新ラインナップの中でなんかフォーミュラーカーの動きに感覚に近いっていうのが多分これなんじゃないかなと。でね、まあウィンドウがないんで、ミルスペックのすごい強度のあるゴーグルをつけるか、もしくはヘルメットをかぶって、ハーフのね専用の空力を考えたヘルメットがついてるんですけど、それをかぶって乗るんですけども、時速、そうね、あれ閉鎖された公道だったんで割とスピード出せたんですけど、80キロ90キロぐらいを超えてくるといきなり空気を破るような音がするんですね。これが最高です。ということでね、こういう今日はインセルさんのガレージハウスにいますけれども、こういうガレージハウスに、ね、トップレスのまま置いてあって、こうワインディングロードに出かけるなんていうね、楽しみ方もいいと思うし、なんかこういう車も完全に非日常なので、非日常な空間にある、こういうガレージハウスなんかとこうセットでね、遊ぶという文化がこれから増えてくるんじゃないでしょうかね。なんかこうね、こういう空間ごと皆さんにね、またなんかこう活用していただけるような場面が増えるともっと面白いんじゃないかなと思います。いやー、エルバいいです。しかもこの色いいですね。マクラーレンのパパイヤオレンジをあえてね、インテリアとかに使う、まあ決まってると思います。いや、このままちょっと乗っていきたいですね。ええかな、あかんよね。いやいやいや、ナンバーついてるもん、乗っていきたいわ。